皆さん、こんにちは。岡田メソッド TV へようこそ。SC まばりの橋川です。今回もよろしくお願いします。今回は、えー、守備の個人とグループの原則、その中のパスコースを消す優先順位の原則について話をしていきたいと思います。パスコースを消す優先順位の原則。まあ ゴールを守り、ボールを奪うことから逆算してプレーをするための原則になっていきますね。で、まずはパスパスコースを消す優先順について、えー、従ってパスコースを消していくことが大切です。まあ、あのー、当たり前なんですけれどもサッカーゴールを奪うゴールを守るスポーツなのでまずはやっぱ縦方向に相手を済ませない。そのために縦特に中央への パスコースを消していくっていうことがすごく重要ですね。図の中では一番のようなパスコースをまず消していくこと。で、その中で横パスもしっかりケアをしていくっていうことですね、2番目には。で、特にサイドチェンジされるようなあパスコースを消す、えー。具体的に言うと、例えば 逆サイドの選手ってカバーリングするために中に絞っていますよね。でも、大きくサイドチェンジされるような時には、スッとこうサイドチェンジされるようなパスのところにこう移動していくっていうことがすごく重要ですね。で、まあ、バックパスを消すっていうことあ,のありますけれども、まあ、バックパスさせることによって相手の攻撃を を遅らせたり、えー、相手にもう一回やり直しをさせるということであの爆、ー、パさせるのはいいんですけれどもそこもうまく例えばフォワードの選手なんかケアをしときながら一気にプレッシャーをかけるということも出てくるかもしれませんまあ、こういうふうに、えー、パスコースを消す優先順位に従ってパスコースを消すことによって相手の攻撃を予測可能な状況にして よりアプローチ相手にプレッシャーをかけやすくしていくわけですよねゴールに、えー、直結するような縦のコースをまず切りながらも自分のーマークに来るパスコースをうまく消し,消していくことですねその中で相手とのこう駆け引きがを楽しんでいくとサッカーってより面白くなっていくと思います。ちょょっと映像をこう見ていきましょう。 まあチーム全体でパスコースを消していくんですけれどもまずベースとしては一人一人がしっかりとしたそういうこのパスコースを消す優先順位に従ってパスコースを消していくことが大切ですねこういうふうな相手のパスコースある縦のコースを消しながらも横パスにも対応できる味方に相手のパスコース出たパスに対して対応できるようにしていくこと。 チーム全体でする中で個人個人がやってるから予測可能な状況になってよりプレッシャーをかけてボールを奪うチャンスがこう作り出していけるわけですよね。あの一般原則の中のローピングとかいうところレディーのところの話をしたんですけれどもやはり個人個人が。 あこういうポジションパスコースを消す優先順位を従ってポジションを取っていくことが重要になっていきますでは今回のまとめですねパスコースを消す優先順位の原則ゴールを守りボールを奪うことから逆算をしてプレーをするっていうことですね、えー、まずは縦のパスコースを消すことそして 縦のスパスコースを消しながらも横パス、特に自分のマークに出てくるようなパスコースをこう駆け引きでこう消していくということですね、そして、まあ、バックパスさせることは OK なんですけれども、それに対してもプレッシャーがかけれるような準備をこうしていくということが重要になっていくかと思いまままますす、えー、どううももありがとうございいいししししたたた次回もまたよろしくお願失礼ます。失礼いたします